はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。何やら巷ではですね、iPad SE についての話題が出てきてますけどね、iPad っていろんな種類があって困りませんか？自分はですね、雑誌をね、楽天マガジン読んだりですね、ノートとして使ったり、絵を描いたりですね、あとはカーナビとして利用したり、いろいろやってるなんですけども、この T シャツのデザインもiPad でやりました。概要欄に載せてます。ね、iPad mini とかがね、一番結構気になってるんじゃないかなとは思うんですけども、これですね、このマウントにですね、iPad を取り付けると、こんな感じでですね、カーナビとしてね、利用できるようなですね、ドックになってまして、これはCD スロットですね、車の CD スロットに突き刺すと、固定できるようになってます。で Google マップですね。こんな感じで Google マップを見ると簡単にですね、カーナビとしてね、利用できるということで、カーナビもですね、高いですから3万円ぐらいで代用できるとなるとすごいいいと思います。はい。そして今現在のですね、安い方のモデルから iPad mini が5万円で iPad の Air ですね、この Pro を接種したデザインで、こちらの方も6万円近くしますよね。で、無印の iPad、これが一番安いんですね。無印って言っても無印良品の無印じゃないですよ。何にもですね、その iPad 以外何にもついてないっていう iPad です。で、これが最近噂になってる iPad SE ということで、こちらのモデルがですね、A の13かな、13あたりの CPU がついてて、で、iPad だとですね、この反射がちょっと激しいんですけども、この反射を抑えたディスプレイになってる分が iPad mini ついてるんですけども、それもついて3万前半台で出てくるっていうのはなかなか欲しくなる値段設定ですね。で、安いものがやっぱりいいじゃないですかということで、今整備品、 Apple 整備品で見て、安いのあったらそれでいいと思うんですよ。で、ちょっとちらっと見てみたんですけど、ちょっと普通の無印の iPad が出てなくて、やっぱ人気みたいで、 iPad Pro だと、これもちょっと前のモデルですね、この縁があるんでですね、周りの完全に全部がディスプレイになってないモデルなんで、ちょっと前の iPad Pro だと4万台ぐらいでありましたけど、そうなるとやっぱりヤフオクで見ちゃおうかなというところになってきまして、ヤフオクで、そうですね、僕のこの iPad 9.7 インチの分も第6世代で2個前ですね、現在第8世代になってるんで、で、ヤフオクで3万円ぐらいでセルラーモデルを買って、すごい、もう現状も使えてますし、満足してるので、iPad mini を買うかですよ。iPad mini って言っても SE の方ですね。を買うか、普通の iPad 無印の分をセルラーモデル、ヤフオクで、これとか3万2000円ぐらいじゃないですか、即決で。こういうの買うのが一番ですね、幸せになれるんじゃないかなと思います。ちなみに、通常進化の iPad mini は多分、前面がディスプレイが iPad Pro みたいになるモデルで、金額も多分5万もしかしたら超えてくるのかな、やっぱ超えてくるかなというと値段設定になりますんで、やっぱりそこまでしてですね、これ、毎日使うんならいいんですけど、 iPhone とかは毎日使うんでいいと思うんですけど、 iPad とかは毎日使わないので、そこまで無理していいやつ買わなくてもいいと思うんですよ。iPad Pro とかですね、その絵描きを本業にしてる人ならまだしもですよ、通常のですね、本見たりとか、YouTube 見たり、たまに Apple Pencil で落書きするぐらいだといらないと思いますんで、ヤフオクとかで3万円台のを買うのか、この iPad SE が出てくればかなり買いだと思いますね。というところでございます。ここちらの動画ではですね、ガジェット系、また Apple Watch 系の動画をたくさん出しておりますので、興味がある方は他の動画も覗いていってください。それでは、この動画が良かったという方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、またね。You'll come home to me once you try.